カラリオスマイルプラスをご購入いただきありがとうございます。この動画ではマイエプソンにすでに対象製品を登録いただいている方向けに、カラリオスマイルプラスの登録方法についてご説明いたします。登録を進めるにあたり、ご購入いただいたカラリオスマイルプラスをご用意ください。すでにマイエプソン会員の方、かつ製品登録もすでにお済みの方は、登録情報の変更が必要となります。お持ちの製品がカラリオスマイルプラス対象であることをご確認ください。まずはマイエプソン会員のトップページへ、ご登録情報の確認変更をクリック、ご登録製品の一覧をクリック、変更するをクリック、画面を下までスクロールしてください。選択肢が出てきますので、カラリオスマイルプラスを購入しているを選択してください。会員規約をご確認ください。同意いただいた上で項目にチェックをお願いいたします。事前に準備いただいていたカラリオスマイルプラスに記載されているウェブキーを入力。ウェブキーはポサカードとドキュメントパックのそれぞれ赤枠部分をご確認ください。ポサカードの裏面シールはコインで軽く削ってください。ウェブキーは16桁です。4桁ずつ入力してください。確認画面へ進むをクリック、この内容で登録するをクリックし、これでカラリオスマイルプラスの登録完了となります。ありがとうございました。